これお金持ちになりたいって言うんだったらこれ融資じゃダメなんですか1000万儲かったというその投資形態とかのこのことをちょっとあまり理解してないというかまあ基本的には分かりますけどそのどういう感じなのかなはよく分かってないのでまあ投資にしたなんか出しても解けるような気がするんですね あ,のであとで途中でやあめたになっちゃいそうで,でいずれ稼ぐから待っ,とって待っといてくれって言われても、うん、いつまで待てばいいのかなとかそれでも関わり続けないといけないのかなとかですねあんまりにも薄っぺらすぎるなやっぱり言ってることがそれでいや僕は成功しか見えてませんって言ったところでそれは歴代の長さたちには響かないよきっと。うんまあ、でも本当にあの こうやってね、16歳でここに出てくる勇気みたいなものを皆さんがどう思うかは、あの、これから次第だと思うんですけども、えっと、もうだいぶ時間も経ちましたんで、あの、ぜひ最後にもう一声、皆さんにお,お伝えしたいことがあればお願いしたいと思います。はい。では、ラストステートメントです。えっと、まあ、いろいろな指摘をもらって、まあ、僕も成長がここでできたんじゃないかなって思うところと、まあ、やっぱ、 元気さとあと時間があるところあと勇気をまあ評価していただければなって思いますよろしくお願いしますはいありがとうございましたでは有志にすいませんファイナルジャッジメントタイムに行く前に有志になるんだったら出します、はい、どうですか有志にしますだったら僕がはい 200万出しますでどなたか乗られる方がいるならですけどはい、はいえー、では久しぶりですね久しぶり決断に行く前に、えー、と一人出しで決まりました、えー、北川社長から融資という条件条件というかね融資ならば出すよってことだったんでなんと完全オールおめでとうございます